はい、じゃあビットコインの方はね、ちょっと解説していきましょうか。ビットコインは一時期240万ぐらいをつけたわけなんですけども、懐かしいですね。その頃多くの方の注目を集めて、ビットコイン、暗号通貨というものが世に知らしめられるようになりましたけども、そこで買った方っていうのはことごとく利確にあってですね、塩漬けになっているのが今の現状ではないかなと思います。とはいってもビットコインだけはやっぱり暗号通貨のど真ん中にいてですね、これからも使われる通貨になると思います。出来高を見ていただくと分かるんですけども、ここですね、出来高、ぐーっと上がってますよね。なんとね、このバブルの時、最高値をつけた時の出来高と比べてみると、今の推移ってのはどうですかね。今のがやっぱりまともに動いてますよね。ビットコインっていうのは実際に、決済で使われてますから、まあこういうことが起きるわけなんですが、まあね、ボラティリティが大きいのは変わらないんで、適正価格は今100万円ってとこじゃないですかね。で、もともと100万円ぐらいの価値だったんですよ、それが。で、利用者の方も今だいぶ落ち着いてきたのかなと。新規でビットコインに手を出す方もそんなにゴーッと増えるわけでもなくしね。で、今の状態で離れるわけでもなくって、割と出来高も利用者さんも金額も安定してるんじゃないですかね。まあこれからも100万円前後で推移するんで、90万円台になったら買って、100万円台を越したら売ってってことを繰り返すような形になっていくと思います。大筋の戦略はそんな感じです。で、ビットコインがこれから値段を上げていくよっていうふうに言う方もいます。これは私は、まあ、そんなことはないと思いますよね。ただ、ひょうたんから出たコマとかね、嘘から出たまことって言葉もありますんで、ビットコインが値段が上がるかもしれないよっていうふうに言う人が増えれば、実際に買う人が増えて値段が上がることも考えられます。ただね、ビットコインが値段が上がるっていう人ってのは、これね、暗号通貨取引所の方とか、暗号通貨が値上がりすると利益を取るような、そんな立場の方ばかりなんですよ。何回も言いますけども、ビットコインにしても何にしても、買う人が多ければ値段が上がりますし、売る人が多ければ値段が下がるんですよ。ですので、今ビットコインを持っている人、もしくはビットコインの売買によって手数料を儲けている人っていうのは、ビットコイン上がるんじゃないのっていうふうに決まってるわけですよ。で、ここを、考えながらビットコインと付き合っていった方がいいですね。ただ、ビットコイン上がるかもしれないよっていうふうに言う人が、もともとはね、まあ、ポジショントークだったとしても、市場が真に受けて買う人をたくさん誘発すれば、実際にビットコインの価格っていうのは120万とか150万とかになっていきます。で、その上がっている時に報道が過熱すれば、また200万ってこともありえますけども、これは実体価格じゃないですからね。いずれまた実体価格100万円前後に戻るというふうに私は考えています。で、ビットコインっていうのは確かに便利で使いやすい部分があります。まあ、避難通貨にもなりますしね。ただ、これがね、ビットコインが1000万とか2000万になるかって言ったら、そこまでにはならないですね。どうしてそういうふうになっちゃうって考えちゃうんですかね。いや、そのことについてはまたね、別の動画でお話しますけども、ビットコインはそんなにね、何千万とかなんないですよ。とてもならないですね。どうやったらそんなにビットコインを使えるところが出てくるんだって話じゃないですか。ビットコイン今使えるって言っても、ラーメン1杯とか、雑炊とか、なんかそんな感じでしょ。じゃあビットコインで、じゃあ不動産がバンバン買えますよとか、ビットコインでベンツとか、まあ一部買えますけどね、ベンツとかフェラーリが売買されてますよって話になったら別ですけども、ボラティリティがこれだけ大きいとね、とてもじゃないけど通貨としての役割は果たせないと思いますね。まあ、ですんで、ビットコインっていうのは、まあ、今の価格で安定して大きく崩れないけども、大きく上がることもないと私は考えております。大体こんなもんじゃないですかね、ビットコインっていうのは。あとは人口が増えていけば、それにつれて自然増っていうのは考えられますけどね。はい、じゃあビットコインは以上です。